西御影区は中華、人民共和国領年賞大連市に位置する四角区。大連市外区の中心を構成する。九百四十九年十月から九百五十年十二月は大連市上宿とされていた。九百五十年十二月に旅大市に移管され、管轄する二十四房が十四房に統合整理され、大道、取得、長春、九十三、日清、史上、 当館、北港橋、映画、北港橋街、映画、松山、広和、水泉棒が設置された。1953年3月、町制導入により、14棒は14街道居民、委員会に改編。翌年8月に、街道居民委員会は12街道ベンジどころに、改編され、長春路、大道、取得寺、市場、日清、93、映画、 北高橋、東館、水仙、広和、松山街道ベどこ所が設置され、1959年5月に、六街道への整理統合が実施され、東館、松山、高賀路、日清、北高橋、長春の六街道となった。1960年3月、人民公社制度が施行されると六街道は、長春路、北京街、東館街の三人民公社に統合。 さらに、同年8月に、西見影区人民公社が設立されると、前期3人民公社は分社へと改変された。1963年、都市部の人民公社の廃止に伴い街道弁ンどころが、復活、3分社は、甲賀路、北京街、日清、松山、長春路、東刊、映画の7街道に分割された。しかし1969年9月、 文化大革命により再び人民公社制が採用され、砂川口区,区が管轄する民運、厚路省及び中山区が管轄する81民楽街道が西三陰区に移管されるとともに西三陰区が管轄する七街道と合わせ、日清、北京、暮れな長春路、高賀路、民学、八一路、民運、厚路省、建設の10人民公社が成立し、 その下部に60街道が編成された。1978年、人民公社制度が廃止となり、人民公社は街道弁事所に変更され、また人口の増加による都市部の拡大により、新たに工人村、赤道街、白雲の三街道弁事所を設置している。2003年12月、行政区画の整理統合が行われ、民運街道、 白雲街道及び赤道街街道の一部が白雲街道に長春路街道及び赤道街街道の一部が人民広場街道に黄柄街道の大部分と北京街道の大部分及び日清街道の一部が北京街道に紅岩街道日清街道の大部分及び建設街道の一部が日清街道に民楽街道 建設街道の一部、高画路街道の一部及び、北京街道の一部が丹北街道に、高路省街道及び高人村街道が、高路省街道にそれぞれ統合される。二千十九年十二月、行政区画の整理統合が行われ、丹北街道及び、日清街道が日清街道に、北京街道及び人民広場街道が、人民広場街道に統合され、 現在の後、街道体制が確立し、現在に至っている。下部に後、街道弁事所を管轄する。日本、岩手県花巻市。ありがとうございます。